はい、こんばんは。実は班のムイです。ちょっと変わったスタートですね、今回は。止めるか。今回はですね、暗くてわかんないけど、ムイ一人で、ゆるが池の方にまで来ております。ムイ一人で、心霊スポットに行ってみよう企画でございます。この企画ね、前に一回やったよなって思ってやってなかったんだけど、いざね、自分のあのじいちゃんはんのチャンネルで動画一覧みたいなの見て調べるとないんだよね。あ、やってねえわ、これ無理妄想の中で終わらせたわっていうやつなんで、ちょっと今回ね、一人で心霊スポットの方に来てみようと、プレイし、なんていうの、挑戦している次第でございます。まあいいや、とりあえず、まだまだ早い時間帯ではあるんだけど、8時、9時までよね。8時半。写真でも1枚パシャッと撮りますかな。暗くて何もわかんねえな。人は多分、いないよね。明かりが1個あるな。あれもしかしたら人か。あんまり邪魔にならんようにはしたいんだけどね。ああ、開幕映りましたね。あ、いない。で、今回のこの企画に関しては、一人で心霊スポット行って、多分このチャンネル見てくださってる方ならわかると思うんですけど、他の動画見てる方なら、無意霊感ないじゃないですか。どうなんだろうね、心霊チャンネルやってて、自分で霊感ないっていうやつがいるのもどうかと思うんだけど、まあ実際霊感ないので、霊感なくてもね、一人で来て、その心霊スポットに、オーブって取れるどうみたいな、検証がてらやったんだけど、一発目で取れたな。終わったな、検証。で、今回の企画をやるにあたって、かっちゃんにも聞いたんだよ。無意一人で心霊スポット行ってみても大丈夫ですかって。そしたら、うん、問題ないって言われて、何をもってして問題ないって思うのか俺には分かるのだけど、要は普段かっちゃんとね、その心霊スポット行って、かっちゃんの霊感のバリアに守られてるわけですよ、無意は。で、要はその霊感のバリアの残り画的なものがあるから、よっぽど悪い子がいる場所じゃない限り安全だろうと。で、今回ゆるが池っていうね、愛知県である意味一番有名な心霊スポットっていう庭園の場所に来てるんだけど、ここってその愛知県のその心霊スポットは有名なところに来たんだけど、ここって悪い子いないから、要は初心者向け、愛知県の中ではね、なスポットっていうことでここに来たんだよね。まあテスト運転ならここでもよかろうと。そうだね、せっかくな、もう来たんだし歩こう。どうしような、人が割と通るな、ライトつけるのやだな。やっぱりもうちょっと人気のないところに行かなあかんか。で、何しゃべるってったっけ。こうやって無意一人で、要は霊感ない子があちこち心霊スポット行くね、企画もプランの一つにはあるんだよ。こうやって、まあ、現在進行形で今第1回を撮っているわけですけども、いるかなこの企画。多分ね、このチャンネル登録してる人たちはみんな
かっちゃんの霊感がすごいすごいっていうのでね、多分登録し れ, てるしてくれてる人たちがほぼほぼなので、霊感ないってなんていうの豪語する子が心霊スポット歩いて撮影する企画自体に、みんなやっぱり寄りなんだな。車止まってるもん。ダメだな、いるがいきはダメだ、人がいすぎる。